こんにちは、くまみきです。今日はこの春注目のイエローメイクをね、私最近いろいろトライしてて、トライしてるうちになんかハマっちゃってね、毎日メイクかぐらいにイエローを最近使うようになってるので、今日もね、いろいろ試しながらメイクをしてみました。どうぞご覧ください。それじゃあメイクしていきます。今はベースメイク済ませた状態です。下地、ファンデ、パウダー、あと軽くシェーディングをしたところです。じゃあアイメイクからいきます。まずはこちら、キャンメイクのラスティングマルチアイベース。このぐらいちょこんと指にとって、アイホール全体と、あとちょっと指に残ったのを目尻下の方にも塗ります。そして私のメイク動画どんだけ出てくるんだよって感じなんですけど、こちらシュウエムラのピーチズアイ&チークパレット。このパレットの一番すり減ってるこのオフホワイト、この色が本当に使いやすくって、私これ単色で1個アイシャドウ欲しいなってぐらい大好きです。だから今日も使っちゃいます。これを眉毛の下、ここにがっつり入れて、そのままちょっとアイホール下の方に伸ばしていく感じで塗ります。そしたら今回のテーマ、イエローのアイシャドウなんですけど、あのね、ごめんなさい、ちょっと汚いです。メイクアップフォーエバーのなんですけど、このケースを買ってて、でこれに今黒くて見えないと思うけど、こことここにアイシャドウ入れてて、真ん中はねまだ買ってないから何も入れてないんだけど、黒のがねちょっと黄色の方に移っちゃって、黄色のところちょっと黒いんですよ。でちょっと頑張って表面削ってみたんだけど、なんかそのまま割れそうだったんで、ちょっと汚いまま失礼します。これを今度はまぶたの真ん中から塗っていきます。で最初に塗ったオフホワイトと最後なじませる感じです。このまま下まぶたの目尻の方にも入れます。そして最初のオフホワイト、目頭の下のところにも入れていきます。次はこちらです、フーミーマルチライナーのキラキラオレンジ。最近ちょっとマイブームなんですけど、これを目の下にピーッと引きます。そしてこちら、ポール&ジョーフェイス&アイカラーリミテッドの2番、これはクリスマスコフレに入ってたものです。これを細めのブラシにとって、目の際に締め色で入れていきます。じゃあちょっとここで一回眉毛描きます。イプサのアイブロウクリエイティブパレット。普段だとこれのピンクと上の薄いベージュを混ぜて使うことが多いんですけど、今日はイエローメイクなので、オレンジとベージュとピンク混ぜながら使っていきます。足りないところはセザンヌ超細身アイブロウ2番のオリーブブラウンを使って描いていきます。眉毛描いたらそのままちょっとこの辺シェーディングも入れたいので、こちらヘイトのブラウンシャドウアイズ、これの一番右を使います。ここのへこみのところに入れて、そのままスーッと鼻の先までくるっとのせます。反対側も同じように、ここのへこんだところからちょっとここは細く、このチップを横にしてたのをちょっと縦っぽく持って細くして、鼻筋にくん入れます。そしたら指でなじませます。そしてハイライト、シーティブのハイライトカラーズの真珠、これピンクと白いの2つ入ってんだけど、これの白い方真珠を使っていきます。目を鼻の一番低いとこと上の部分に塗って、ちょっと軽くつなげて、そのままちょっとこの辺までサタニパイセンにメイクしてもらってから、ちょっとこの辺まで塗るようになりました。前まではここまでだったんだけど、最近ここまで眉毛の上ですね。あとはここにちょこちょこっと入れます。じゃあちょっとこっち続き戻って、アイライナー、ラブライナーリキッドアイライナーの R2 番です。まつげの隙間をちょんちょんちょんと埋めるように塗っていきます。そしたらマスカラ、デジャブのラッシュアップマスカラ K、 これを上下に塗っていきます。
これでアイメイクの完成です。そしたらあとはチークとリップなんですけど、アイメイクメインにしたいのでチークとリップは薄めにいきたいと思います。まずチーク、こちらザ・ボディショップのオールインワンチークカラー2番です。これはもうこんな感じで頬骨に沿う感じでのせます。軽くでいいかな。そして最後がリップ、新しく買いました。ポール&ジョンの308番砂糖がけのビスケットっていうめちゃめちゃ可愛い名前です。ちょっとオレンジっぽいベージュっぽい感じの色になってます。これを全体に塗ります。目元のイエローを目立たせたいのでリップを抑えめにしてるんですけど、でも色の系統を合わせたいなって思ってちょっとオレンジ味のを選びました。最後グロスを重ねます。フラランスのコンフォートリップオイル7番。このキラキラ感がめっちゃ可愛いですよね。これを重ねます。こんな感じで完成しました。今日は結構なんかナチュラル寄りのイエローメイクになったかなって感じです。目にイエローボーンと入れたので後の色は控えめにしました。最近いろいろ試してる中では、例えばアイラインを黒でもうがっつり跳ね上げて、リップもオレンジでちょっと強めにしてスポーティーな感じにしてみたりとか、いろいろねイエローの中で冒険をしてるんですけど、今日はねちょっと抑えめで少し大人な雰囲気になったかなと自分では思います。本当はねイエローのアイシャドウ新しいの1個ね買ってやりたかったんだけど、まあ家にあるしと思ってちょっと家にあるの汚いんだけど使ってみました。ここのアイシャドウおすすめだよとかあったらぜひコメントで教えてください。いろんなブランドのねやつ出ててちょっと迷っちゃって買えなかったんですよね。はい、というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろんなメイク動画アップしているので上のカードをタップしてチェックしてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。今日のおまけ、デジャブのマッシュ、デジャブのマ、あ、デジャブ。I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break.